レートレーラーはアメリカ合衆国のプロレスラー。ジョージア州、マリエッタ出身。ビッグボスマン。日本ではビッグ、ブーバーなどのリングネームで活躍した。刑務所の監視を経て、1985年にプロレスラーとしてデビュー。1986年夏、ジム・クロケット・ジュニア主催の NWA、ミッドアトランティック地区にビッグ・ババ・ロジャースのリングネームで登場。 クロスーツにソフトボー、サングラスといういでたちで悪徳マネージャーのジム・コルネットのボディーガードを務める。服を着たまま試合を行うスタイルが注目を集め、1987年にはミッドサウスエリアでワンマン・ニャングやスティーブ・ウィリアムスと交想。1988年3月には全日本プロレスにビッグ・ブーバーの表記で初来日し、 ブルーザーブロディのパートナーにも起用された。左はマネージャーのスリック帰国後、WWF と契約。服を着て戦うギミックはそのままに、元刑務官というキャリアのもと、制服姿の暴力監守ビッグボスマンに変身する。スリックをマネージャーに。また、ワンマンギャング改めアキームとツインタワーズなる長居間コンビを結成して、タック戦線でも活躍。メガパワーズ。 デモリッション、ザ・ロッカーズなどのチームと対戦を繰り広げた。その後、大幅なウェイトダウンに成功したことを機に、権力を傘に来た悪徳監守から法と秩序を守る正義の刑務官へのキャラクターチェンジを果たし、かつての旧敵、ホーガンの相棒となって、テッドデビアスやアースクエイクラと抗争。ザ・マウンティーとの警官対決や、ネールズとの監守 VS 囚人の、 離婚試合などでも活躍した。1993年に WWF との契約が終了。同年7月、全日本プロレスにビッグブーバー名義で5年ぶりの再来日。年末の世界最強タッグ決定リーグ戦にもスティーブ・ウィリアムスとのコンビで参加した。なお、日本へは WWF 在籍中にも1990年4月13日に 東京ドームで行われた日米レスリングサミットに参戦している。1994年 WCW と契約。当初はザボスをリングネームに WWF 時代と同じギミックを使っていた。しかし WWF 側のクレームを受け、法の番人というキャラクターコンセプトはそのままにガーディアンエンジェルに改名。ベーダーなどと交するがブレイクには至らずヒールターンして、 NWA 時代の用心棒ギミック、ビッグ・ババ・ロジャースに戻る。1995年3月19日の PPV。アンセンサードではスティングからフォール勝ちを収め、同年9月には新日本プロレスに来日した。翌1996年には、王ーに加入。その本を脱退して、再び、ベビーフェイスに戻り。 本名のレイトレーラーを名乗ったが、WWF 時代のような活躍を果たすことは、できなかった。WWF 復帰後のビッグボスマン1998年10月12日、突如 WWF に復帰し、悪のオーナーミスターマクマホンのボディーガードとして、ローイズ・ウォーに登場。リングネームはかつてと同じくビッグボスマンだが、ブルーの監守服ではなく黒ずくめのスワットスタイルに変身して、 マクマホン率いるコーポレーションの一員となり、ストーンコールド、スティーブ・オースチンや D ・ジェネレーション X と構想する。同年12月14日には、ケンシャムロックとのコンビで、ニューエイジ・アウトローズから WWF 世界タック王座を奪取。その後も、マンカインドやアルスノーを破り、ハードコア王座を4回にわたって獲得し、1999年には、ビッグ、 ショートスーパーヘビー級の構想を展開。2000年はブルブキャナントの暴力監視コンビで活動した。その後しばらく怪我で欠場を続け、2001年末にブッカー T の用心防薬で現場復帰。以降は WWF の株団体オベで若手選手のコーチなどを務めていたが、2003年に WWF を解雇された。 2004年8月31日には、岩ジャパンの10周年記念工業に来日し、岩世界王座争奪トーナメントに出場。WWF から WCW を通しての宿敵であり、名優でもあるジム・ドゥガンと決勝を争った。帰国後の9月22日、ジョージア州、ポールディング・軍ダラスの自宅にて、心臓発作のため死去。41歳暴打つ。 没後の2016年、ビッグ、ボスマンとして、WWE 電動に迎えられた。4月2日に、テキサス州ダラスのアメリカンエアラインズセンターにて、行われた電動入り式典には3人の娘たちが、出席し、かつてのマネージャーだったスリックがインダクターを務めた。ユニバーサルレスリングフェデレーションワールドレスリングフェデレーションエンターテインメント。ありがとうございます。